イギリスにあるヘリパッドヘリコプターランディングパッドとはヘリコプターが離着陸する場所もしくはプラットフォームであるヘリ発着場とも言うヘリコプターは多様な比較的平坦な表面上で離着陸することが可能で造成されたヘリパッドにはヘリコプターが安全に離着陸するために障害物から離れた硬い表面上に明確なマークが描かれるヘリコプターをはじめ ハリアージャンプジェットに代表される垂直離着陸機やオスプレイに代表されるパワードリフト航空機などに使用される大きめのヘリパッドは垂直離着陸飛行場と呼ばれるが単にヘリパッドと呼ぶことが多い。ヘリパッドは燃料や航空交通管制、航空機のための整備施設があるヘリポートや空港に設置することができる。いくつかの超高層建築物の屋上では エアタクシーサービスに対応するために一部の基本的なヘリパッドは高層ビルで大火災が発生した時の避難のために造成されている。多くの警察署もヘリコプターの基地としてのヘリポートにある専用のヘリパッドを使用することができる。巨大な船や石油プラットフォームにも甲板上にヘリパッドを設置していることもある。病院ではメディカルエバキュエーションや 航空救急による外傷治療の医療関係者への患者の輸送や地元に必要な救急医療のレベルを持つ病院や医療施設がない遠隔地から搬送される患者の受け入れに対応するためにヘリパッドを配備していて都市部では基本的に病院の屋上に配備されている屋上ヘリパッドには2桁の番号が印字されているがこれは離着陸上の許容重量を表している加えて フィート単位の最大ローター直径を表すために2番目の番号を印字することがある。ヘリパッドには常にではないが、一式別紙が該当する航空当局によって指定されることが多い。アメリカ合衆国では、連邦航空局、国際民間航空機関、カナダ運輸省が指定する。一部のヘリパッドは、複数の組織からの一式別紙を指定されているが、それらの式別紙は、 形式や名前が異なることがある。建設は一般的に上空からよく見えるコンクリート状に円やアルファベットの H を印字する。しかし常にコンクリート状とは限らず森林火災の消防隊が遠隔地で供給物資を受け取るために一時的な使用として樹木に囲まれた狭い場所にヘリパッドを造成することがある。 リグマットでもヘリパッドを造成して使用することが可能である。また、表情など極限環境でも造成することができる。世界一標高の高い場所にあるヘリパッドはインドのシアチェーン氷河にあって海抜2万1000フィートで、世界一規模の大きいヘリパッドはルイジアナ州モーガン市で46ものヘリパッドがある。ポータブルヘリパッドとは頑丈なフレームでできた構造を持つヘリパッドで、 地形のある場所、河川敷、湿地帯、20度から30度の傾斜がある場所に、ヘリコプターを離着陸させるために使用される。洪水や山岳、流れの救助を行う、チーム、山岳担当の国営チーム、防衛のための軍事作戦、ガスパイプラインを持つオイルガス企業、工業などで重宝されている。また、エネルギー関連施設でも活用される。 近くに障害物がない場所のようなヘリコプターが着陸したい場所に設置するためにヘリコプターはポータブルヘリパッドを持ち上げることもできる。様々な地形に対応するために伸縮自在な柱がありヘリコプターが一度着陸したらパイロットは今後の離着陸を可能にするために柱を固定することができる。救急医療においてはヘリコプターが離着陸するために 高速道路上に設置することができる。ありがとうございます。